っしゃ来た。ちょいと石をひっくり返して、おーいたいた。ほら。おー結構でかそうですよ。皆さんこんにちは。釣り車中泊旅中の漬物です。今日もね、国境の島津島で素敵な魚に会うためにね、釣りを楽しんでいこうと思います。で、今日ね、狙うターゲットなんですけど、今日はね、ほら見てください。ご覧の通り、海がね、めちゃめちゃ荒れております。風もね、結構強いです。最近ね、ずっと凪の日が多かったんですけど、久しぶりにね、荒れたっていう感じです。で、荒れた海といえば、磯の王者、ヒラスズキですよね。ということで今日はね、この磯場というか、ゴロタバというか、ここでね、ヒラスズキをルアーで狙ってみようと思います。よし。今日はタックルのセッティングも結構強めのセッティングにしてあります。で、ルアーも、これブレイザーイさんのミノーです。ブレイザーイさんのミノーは大物仕様になってて、このね、アイとかめっちゃ太いんですよ。結構大物来てもね、壊れにくい仕様になってるんで、これでね、やってみます。ヒラスズキはね、パワーがすごいらしいですからね。で、ヒラスズキっていうのは、なんかこう荒れてる時の方がいいらしくて、この白波の中で、こう活性が上がって魚を捕食するらしいです。だからこうやって白波が立ってる時に投げてあげるといいんだと思うんだけど、でもどうなんだろうな、これぐらいじゃダメなのかな、もっと荒れないといけないのかな。ほんでここゴロタバですごい浅いからどうなんだろう、こんな場所でも釣れるんだろうか。でもこの間の水中映像めちゃめちゃヒラスズキ映ってたからな、魚影は濃いはず。うわここなんかすごい真っ白だ。ここならいるんじゃない。おっしゃ来た、おっしゃ食ったよ。おお、ヒラスズキだ、ヒラスズキだ。おっしゃ、うわすごいパワー、一気に行こう、一気に。おっしゃ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 、あ外れた外れた、やばい外れた外れた。よし取った、取った取った取った、おっしゃ、あ取った、よっしゃやったやりました、磯の王者ヒラスズキ仕留めましたよ。ていうかね、結構すぐ釣れましたね。何頭目ぐらいだろう、5頭目か6頭目ぐらいでしたね。すげえな対馬、やりました。うわ綺麗、イエイ。めちゃめちゃ大きいわけじゃないけど、初のデイヒラスズキなんで、この子は美味しくいただくことにします。一匹釣っただけでリーダーがザラザラになったんで結び替えておきます。こういうのをちゃんとやっておかないと魚をねバラしたりとか糸切っちゃったりするんですよね。よし、すごいな、やっぱこういう真っ白い中にいるんですね。爆風の中でルアーをコントロールするのがすっごい難しいですね。これはねすごい上級者の釣りですね。対馬って景色も綺麗だし海もめちゃめちゃ綺麗なんですけど、ほらこんな感じでね漂流ゴミがすごいんですよ。
もちろん日本のゴミもあるんでしょうけど、結構ね海外のゴミが多いなって思いました。ほらこれも多分韓国から流れてきたやつですね。漂流ゴミがねすごい多いんですよ。海流の関係でねすごい流れ着きやすいらしいです。その漂流ゴミの多さはね日本でも有数の場所らしいですよ。ほとんどがこういう発泡スチロールのね浮きですね。でこれがね砕けてマイクロプラスチックとかになって今ね世界的に問題になってるんですよね。こういうの見るとちょっと考えさせられますね。こういうのはなんとかならんもんなんだろうか。よし、次はちょっとシンキングペンシルを沖に飛ばしてトップウォーターみたいに使ってやってみます。なんとなくだけど沖に合うものもいる気がするんだよな。おっしゃ来た。お来た来た。おっしゃ来た。多分アーモノ。いけるかな。結構でかいよ。よし強引に行こう強引に。割と無理してもいけるタックルだから。いけるはず。おお結構でかそうですよ。ヒラマサじゃないこれ。おおでかいんだけど、普通にでかいんだけど。やった取った取ったすげえ、こんなん釣れんのか、マジかちょっとヤバくないですか。ヒラマサですよねこれ。この間ヒラマサのタックルで取ったやつよりでかいんですけどやったーすげー、ほら、うわーすげー、いい魚、かっこいい、やりました。いや手強かった。あの今日持ってきてるのってこれサーフ用にいつも使ってるタックルなんですけど、意外といけるもんですね。でもねほらルアーはねもうすごいことになりました。一番前の針は曲がってるし、二番目は折られてるし、もうボロボロですこれだけで。いやでラインもズタズタ。いや15号にしといてよかった。でもね今のヒラマサだったらドラグほとんど出さなくてもうガチガチでファイトしてもこのタックルでなんとか取れましたね。ちょいと石をひっくり返して、おーいたいた、ほらカニめっちゃいましたね。この島でカニジグヘッドやっても面白そうだな。ゴロタバっていうのはこういうちっちゃい生き物がいっぱいいます。で今日みたいに波が立ってこう荒れるとこの岩がねゴロゴロ転がるんですよ。そうするとこのちっちゃい生き物たちがこう潰されたりして、それにね小魚が集まってきて大きい魚も集まってくるみたいな、そういうねサイクルがあるみたいです。だからこうゴロタバとかイソバとかっていうか、まあ全体的に海そうなんですけど荒れた方が釣れるっていうのはそういうことらしいです。でまあ漬物もこれ教えてもらったんですけどね。秋の対馬はですね釣りが楽しすぎて風呂に入ってる時間がありません。おまけにヒゲを剃ってる時間もありません。よし、釣り方平鈴木さばいていきます。いや迫力やば。
なんかね、ヒラスズキは寝かしたりするより釣りたてを食べた方が美味しいらしいです。うわ、丸々してて体高がすごいっすね。すごっ、鱗取ってもなおこの白銀の魚体。いや、かっこいいな、ヒラスズキは。さて、さばいていきますか。うわ、これすごっ。これ内臓脂肪じゃないの、全部。すごっ、めちゃくちゃ餌食ってるけどね。結構大きい魚も食ってますね。これなんか10センチ近いですよ。多分マイワシだな、これは。このヒラスズキは期待大だ。よし、はい、さばき終わりました。うん、綺麗な身だ。よし、じゃあこっちの片っぽの身は皮を剥いじゃいましょうか。うわー、この皮の下も綺麗だ。ではでは、この皮付きの身をバーナーで炙ります。よし、お、いい感じじゃん。では酢飯を作ります。お酢と砂糖と塩です。今回はご飯2合炊きました。皆さん知ってましたか、酢飯ってね、結構砂糖入ってるんですよ。湿らしたタオルをかぶせて冷まします。さて、寿司握っていきましょうか。寿司握るのってすごい難しいですよね。できました。今夜の車上食堂はフルコースです。いただきます。今日はね、品数がめちゃくちゃ多いんで食べながら説明します。まずはヒラスズキのお寿司から。もういきなりメインからいっちゃいますよ。醤油につけましていただきます。うん、うまっ。なんかすっごいね、身に甘みがある。油をすごく感じるかって言ったら、身の方はそうでもないんですけど、うん、甘みがあって美味しいです。うん、変なね、臭みとかも一切ない。さあ、次はお吸い物いただきます。これね、ヒラスズキの肝を入れてみました。ああ、寿司の後のお吸い物いいな。ちょっとね、肝が気になるんで肝いただきます。うん、まあ肝は特別そんなめちゃくちゃ美味しいってわけじゃないけど、まずくはないですね。このお吸い物に入れたヒラスズキの身、火を通しても全然硬くならない。ふわふわです。うん、うまっ。さあ、続きましてはヒラスズキの炙り。炙りはこの対馬のひじき文字をってやつでいただきます。ちょいちょいとつけまして、うん、皮目が香ばしくてプリッとコリッとした皮がうまい。ああ、このね、皮と身の間にすごい旨味がある。これはね、塩がいいですね。ポン酢も良さそうだけどな。続きましてはですね、これは皮の湯引きです。皮もね、捨てるのもったいないですからね。こちらはポン酢でいただきます。うん、プリップリだ。うわ、しかも全然臭くない。これめっちゃうまいな。うん。
プリップリ。あ、やっぱこの皮と身の間、旨味があんな、マジで。さあ、続きましてね、これ、何か気になってらっしゃると思うんですが、これね、あの内臓脂肪ですよ。内臓脂肪の湯引き、ポン酢でいただいてみます。ああ、あれか？白子に近いか？これ、油の塊なんで、ただ、その、不快な感じじゃないですね。しつこいっていう感じはしないです。さらっとしてあっさりしてる。あの、アボカドが森のバターだったら、これは海のバターですね。酒だ！酒を持ってこい！それでは、いただきます。甘みと、結構ね、酸味がある。で、すごいサラッとした感じの日本酒ですね。なるほど。ヒラスズキは高級なお魚だわ。ふぅ、ヒラスズキフルコース、うまかったです。ごちそうさまでした。いやー、今日の釣りも楽しかった。でもね、まだまだ対馬ではやりたいこと、試したいこといっぱいあるんですよ。対馬滞在期間はまだまだ残ってるんで、やりたいこと全部やりますよ。じゃあね、今日はこの辺で失礼します。バイバイ。